白雲和尚小六仏壺直指身体溶説通称直指身体溶説あるいは直指とは14世紀の高来の禅奏白雲和尚景観が禅の要定を悟るに必要な内容を選んで1372年に表した仏教の書籍で上下巻で構成されている。これは元朝から取り入れた仏壺直指身体溶説の内容を大幅に加筆し、 上下巻の2巻に編集したものである。中心の主題である、次回指身体とは、人が心を正しく持ったとき、その神聖がすなわち、ふっつの心であるということを悟るようになることである。金属活字本。現在はフランスにある、王3年に、清州の高徳寺で刊行された、金属活字本は、本の最後に、在紀良宗教特事用金属活字性。 しかも生と書かれていて、全世界に残っている、金属活字で印刷された本の中で最古のものと言われている。2001年9月4日に、小生員日記とともに、世界の記憶に登録された。金属活字本と呼ばれているもののうち、現存しているのは、下巻だけで、19世紀末から20世紀初頭にかけて、中間フランス講師、コランド・プラン氏が、 韓国で収集した古書の中に含まれていた。古書のコレクションは、死後に、フランス国立図書館に寄付されたが、自家指は長らく蔵書の中に渦漏れた状態だった。自家指は1970年代になり再発見され、1972年の、フランス国立図書館主催の国際書籍年関連の、イベントで展示され、世界最古の金属活字本として、注目を浴びるようになった。 現在もフランス国立図書館に所蔵されているが、韓国側とフランス側では直指の貴族をめぐる論争がある。図書館側は、次家指は人類共通の遺産でありどの国に所属するものでもないので、フランスが手放す必要はないこと、設備の整ったこの図書館で、これからも保管、展示されるのが望ましいことを主張している。一方、韓国では、 こうし産は作られた国に返すべきであること。次回日は世界のどこよりも韓国にとって高い文化的、歴史的価値を持つことなどを主張しており、フランス国立図書館に対して返還を求める団体もいくつかある。金属活字本のほか、次回日の基版本も現存している。歓喜によると、木版本は、高来王4年の6月に、 李州の和新和寺で白雲和尚の弟子の方隣により刊行された。この木版本は、王三年に清州の高徳寺で刊行された金属活字本を定本としている。序文は1377年に聖死たちが書いたものをそのまま使用し、全部百3 7 8年に李職が書いた序文を加えて刊行した。高徳寺で刷り出した金属活字本とは違い、 ワシイワの本は、構造で作った紙に吸った、木半本で、金属かつ地本では、地方の寺の印刷術が未熟で、印での部数に制限があり、多くすることができなかったかららしい。大きさは横15.8センチメートル、縦21.4センチメートルである。韓国の国立中央図書館にも同様な半本があるが、韓国学中を研究員が所蔵しているものが、 印刷状態がよく2個の序文があり、より完全な形態である。白雲和尚は1298年に生まれ、中国にわたって仏教を学び、海州の暗黒寺と人工寺の宗持を歴任した後、1374年に、李州の和新和寺で没した。1372年に、生物山において、自家指身体溶接の上下管を完成させている。 自家史よりも古い金属活字があったという説もあるが、結論は出ていない。理系法の試作集、東国理商国集には、構想21年、蔡誠義の修正した、つまびらか、帝国婚礼文が、活字で出版されたという記録がある。これが、朝鮮最古の金属活字本ではないかと、推定されているが、つまびらか、帝国婚礼文は現存しない。二0 1年、 高来時代の仏教書籍、南明泉お正々衝動家の印刷に使われたと見られる金属活字12個が発見されたという主張がなされた。この活字は発見者により衝動家座と命名されている。南明泉お正々衝動家は、現在、木版による復刻本だけが残っており、もし、衝動家座が、規範本の元となった、 金属活字本の印刷に使われた実物であったとすれば、これは、高来の金属活字術の遺物としては、直指身体溶接より少なくとも138年は、古いものになる。しかし、出土地や、伝来経緯が伝わらないまま、古美術賞やコレクターの間を流通してきたものである、ため、年代や真偽をめぐって議論が続いていた。2015年に、 衝動カーザをコンピュータ断層撮影した結果、内部と外部で密度や成分の違いが確認されたため、現代になって作成された偽造活字とされた。また、同年11月に行われた韓国書士学会の周期共同学術大会において、国立文化財研究所が2014年に刊行した活字調査の報告書である衝動カーザ基礎学術調査研究において、 活字の一つの成分分析をした結果にテクネチウムが含まれていたほか、本来ならば検出されるべき鉛がなかったことが指摘され、活字の作成年代の審議や報告書の正確性に疑念が提出されている。2017年に韓国文化財庁が書体比較や鋳造、組版を検証した結果、小動化の印刷に使われた金属活字であると見るのは難しい年。 指定文化財にする価値を持たないとの結論を発表した。ありがとうございます。